マデリンス・スチュアートは、オーストラリアの女性ファッションモデル。オーストラリアのクイーンズ・ランド・シューブリスベンにて、ダウン症候群及び先天精神疾患の障害を持って生まれる。障害を抱えながらも幸いなことに運動神経に恵まれ、誰からも愛される思いやりのある子として育つ。バスケットボールの試合で、相手チームの選手が転んだだけでも助けようと乗り出してしまうほどであったという。 また、幼い頃公園で遊んでいてもいじめられたり、仲間外れにされるなど差別を受けたことは皆無であったと母親が語っている。そのような彼女も食べることに夢中になり、太り過ぎた体型を年頃の女性として気にするようになる。そして17歳を過ぎた頃、モデルになりたいと決意すると、親友やボーイフレンドに励まされながら、 理解ある母親に支えられ食事制限とスポーツに励み14ヶ月かけて20キロの減量に成功するその成果を2015年5月に母親が Facebook に投稿すると1週間で2万人のフォロワーを獲得するなど注目を集め即座にスウェーデンのメトロやイギリスのデイリーメールなどのマスメディアティーンボーグやインスタイルといったファッション雑誌で取り上げられ2つの ブランドでキャンペーンモデルに起用される。その後コスモポリタンによる取材に対し様々な依頼がある中で決まったと母親が公表した通り同年9月13日にはニューヨークコレクションにてイタリアのブランド FTL モーダのランウェイに立った。アメリカでは彼女の名前を冠したブランドの高級ハンドバッグも登場した。その売り上げの5%は 全米ダウン症協会に寄付されている。ありがとうございます。